今後、びっくりするぐらい不況になります。なので、あの、お金はすごく大事です。今は、変な、あの、買い物しない方がいいですよ。だんだんその、一人当たり収入って日本って下がってきてるんですよ。これ事実です。<laughs> 今年大不況は来ると思います。消費税を上げたら不況になると思います。かけてもいいです。消費税上げて、景気が良くなるわけないじゃん。 なので、あの、僕は割とこう、絶対とか、かけてもいいとかあんまり言わないんですけど、消費税を上げたら景気が下がるっていうんだけはかけてもいいです。はい。今後、びっくりするぐらい不況になります。なので、あの、お金はすごく大事です。まあ、生活保護をもらえる人はもらえばいいと思うんだけど、生活保護をもらえないとか、その資産があるとかね、なんか家手放したくないとか、っていうのがあるのであれば、お金は大事なので、今一生懸命お金を貯める方向に行った方がいいですよ。なので、そう、病気被害もらっとけっていうね。なので、 今は変なあの買いいいい物しない方がいいですよなんか今車買うとか今あのなんかマンション買うとか土地を買うとかあの半年ぐらいするともっと安くなります。多分ね車とかびっくりするぐらい安くなりますよ中古車。なのでこれからどんどん不景気になっていくので今なんかちょっと買,買いたいな欲しいなっていうのもあったとしても23ヶ月待つと もっと、その、いいものが買えたりとか、なんか、安く買えたりとかする可能性があるので、そういう意味でちょっとあの、今、現金が強い時代が来ると思うので、あの、現金を温存する方向で行くといいんじゃないかなと思います。ま、車持ってない人が強いですよね、今は。借金はしない方がいいですよ。その、自己破産して、あの、生活保護を取るっていうんだったらいくらでも借金した方がいいと思うんですけど、あの、借金ってね、借金してて、それを全く気にならない人っているんですよ。 例えばなんかその損害賠償で何億円持ってても全く気にならないですって毎日楽しく暮らしてますみたいなあのいびきかいて寝れますっていう人もいるんですけどなんかね50万とか100万とかの借金で気になっちゃってそうなんかあお金返さなきゃとかお金稼がなきゃとかって思っちゃう人いるらしいんですよたかだか50万とか100万で で、多分ね、性格の問題で、別にあの、返す気のないものだから全然気にしないっすってなれればいいんだけど、なんかね、なれない人っているらしくて、その、借金するのが気になるタイプの人って、借金しない方がいいですよ。結局その、ずっとその、ストレスがかかり続けちゃうんですよ。24時間、ちょっとした時間とかで。なんか忘れてたものが寝る前に突然思い出して、あ、借金どうしようとか。 で、その、気になるタイプの人っていうのは、たかだか50万、100万なのに、人生に対して、ずっと気になるストレスが発生しちゃうんですよ。孫さんとかね、まあ、あの人な、なんか、何兆円って借金してるけど、多分ね、すごい毎日幸せに暮らしてると思うんだよね。<laughs> まあ、あの、ネルさんとか借金して、も自己破産して、その後なんか、あの、議員さんになるみたいなのもあるんで、あの、借金気にならないタイプの人っていうのもいるんで、そういう人は、あの、いくらでも借金して好きにやってくださいと。 ただ借金気になるタイプの人は一切借金しない方がいいですあの。結局人生損します。人生ってほら時間限られてるわけじゃん。でそこでなんか金返さなきゃなとかっていうのを気にするだけ人生の時間の損なんですよ。で金なんか借りなくても人間暮らしていけるのでなので金借りないで暮らす幸せな生活っていうのにこううまくシフトできた方がいいんじゃないでしょうか。 日本は衰退していて、腕返えるのように気がつかないうちに皆で沈んでいるっていと思います。個人的意見。まあ、でも実際そうなんですよね。あの、個人、一人当たりの収入って、日本って今世界で30位ぐらいかな なの、あの、元々はもうちょっと上だったんですけど、だんだんその一人当たり収入って日本って下がってきてるんですよ。で、GDP もまあ中国に抜かれたんですけど、もう中国の半分ぐらいなんですよね、日本って。っていう感じで、あの、実際問題数字としてはどんどん下がってるので、個人的意見ではなく事実です。はい。なので、あの、イストリゲームが始まってるんですよね、日本って。 その、縮上していく中で、どうやっていいポジションを取るかって、イストリーゲームをやっていて、で、そのイストリーゲームの分かりやすい例って、安売り合戦なんですよ。その、要は、どんどん成長して広がっていく社会って、じゃあ、高級品です、ブランド品ですとか、じゃあ家買ってください、車買ってくださいってい夢が売れるんですよ。 その、だって、じゃあ、子供がどんどん増えるから家を大きくしなきゃとか、じゃあ、車を今度儲かったら買うから車庫を買わなきゃとか、家を買わないと家の値段どんどん高くなっちゃうから今のうちにローンを組んで買おうとかってなるわけじゃないですか。毎年毎年家の値段が上がっていく世界ではね。でも、日本の場合って、 地価が下がり続けてるので、家買ったら損するっていうのを確定しちゃってるんですよ。これ事実です。<laughs> あの、日本のその銀行、地方銀行80校かなんかに日経新聞がアンケートを取って、不動産を買いたいって言ってる人に融資をしますかっていうので、積極的に融資をするっていう言った銀行は1個もないんですよ。 なので、基本的に銀行はもう日本の不動産は儲からないって決めてるんですよ。ゼロ行なのね。あの1項、1行2行ぐらいは俺たち歩きキスみたいなのいるかと思ったんだけど、全然なくて。で、その銀行って、要は日本中で個人が買う不動産。まあ、銀行のお金使わないで家買う人もたまにいるんだけど、まあ基本的には銀行をほとんど通すわけですよ。 で、どういう人がちゃんとお金を返済でして、できて、どういう物件だったら返済できないって分かってるんですけど、そういうデータを持ってる銀行が、まあ日本でマンションとか不動産とか買っても、返済したいやつの方が多い。要は、ちゃんとお金返せないやつの方が多いっていうのに気づいちゃったのよ。なので積極的にお金貸す気はないっていう、っていう時代になってしまったので、そうすると積極的に家買ったら損するよねっていうのがみんな分かっちゃってるので、物を買わないと。 っていうので、こう、安売り競争ぐらいしかやることがなくて、で安売り競争すると働いている人も、ブラック企業で給料が低いと。なので、じゃあ悪いことするかな、みたいな感じになっちゃうので、お料売れ詐欺が流行ると。っていうので、あんまりいい話じゃないですよね。日本で独身税が導入される日は来ますかあ可能性としてゼロじゃないと思うんだよね。あの、人類って、元々人頭税っていうのがあったりとか、変な税金って結構あったりするんですよ。 で、少子化対策って、まあ言ってますけど、子供を産むとデメリットがあるからじゃないですか。なのでみんな子供を産まないので、じゃあ、独身でいるやつがデメリットがあるようにしたら子供を産むんじゃねえみたいなので、独身税みたいなのは、現実的には割と政策としてはありなんじゃないかなっていう気がぼかしたりします、はい、富裕層の貯金に課税される気が日本では来ると思いますかフランスでは資産課税っていうので、 えっと、だいたい1.5億円以上の不動産を持ってると、何パーセント %?0.2% だったかなあの、資産に課税されるっていうのがあるんですよ。で、ロシアもあるんだっけななので、資産課税自体は僕は賛成なんですけど、あの、貯金に課税って言っても証、証券会社の証券に変えたりとか、不動産に変えたりするだけで、あの、発想がまず、その <laughs>、貯金に課税したら何とかなるだろうみたいな発想がまずい。 <laughs> あの、まず、経済と社会の仕組みが分かってない気がします。金持ちは現金をいっぱい持つことはないです、ほとんど。悪いことをしてる人以外。悪いことをしてる人って、 あの、悪いことをして手に入れた現金を銀行に入れると税務署にバレちゃうんですよ。何、何悪いことしてんですかって。そうじゃなかったらこんな現金ないっすよねってバレちゃうんですけど、あの、悪いことしてない人って別に銀行に入れられるので、で、銀行に入れれるということは証券会社にも入れられるし、不動産にも変えることができるので、悪いことしてる人ぐらいしか現金増やさないですよね。で、じゃあ、その、銀行口座に現金って入れといても、例えばその、 5000万円とか現金で入れといても、現金で使うことってめったないんですよ。で、それだったら、なんかどっかの証券とかにしといて、必要な時だけ換金した方がいいよねっていうので、現金に課税してもあんまり税金取れないですよ。現金というか、預貯金に課税しても。